FNS 歌謡祭 2006FNS 歌謡祭 2006FNS 歌謡祭はフジテレビ系列で2006年12月6日19時23時18分に生放送された通算35回目の FNS 歌謡祭スマップはトップバッターでディアーウーマン大鳥でありがとう披露またスマップは21時代の後半に司会席に登場したがリーダーの中井正宏のみ 22時に入ってから参加した。第32回以来3年ぶりに出演したミスター・チルドレンは22時代のトップに登場し、印を披露。曲前にスマップとの初共演を果たし、司会者でもある草薙剛から、スマップ、ミスチルの歌よく聴いてます。とメッセージを送られていた。また、ミスター・チルドレンは2007年3月放送分の日本テレビ系列。 ミュージック・クラバーズに出演したとき、同ボーカルの桜井和都氏が本番組に出演することが決まった際に、座る席が大塚愛と高田美の間と聞いて期待していたが、実際はそうでなかったばかりか、前に DJ 大妻が座っていたとのエピソードを紹介した。高田美は、フジテレビ制作の映画、大奥の主題歌、運命をテレビ初披露。 同映画の主演を務める仲間幸恵が共演出演。番組中盤には TRF がグループ結成15周年と1999年以来の7年ぶりにシングルを1年間でウェアツービギン、サイレン s ウィスパーズ、ウィー s p e r s w e Are a の3曲をリリースした記念に自身のミリオンヒットを達成したボーイミーツガール、クレイジーナクレイジーイージー Do d a n サバイバルダンス ノーノークライムアの4曲のスペシャルメドレーを披露した。ジャニーズ事務所からはスマップ、トキオ、キンキキッズ、V6、嵐の5組が出演した仲間ゆきえ、ありがとうございます。